どうも力丸です。今ですねお散歩スナップ用のカメラとしてマイクロフォーサーズを検討していましてですね、一番軽い構成にできるのはレンズ一体型だろうと思って調べたんですけれども、まあ予想通り、選択肢が少なくてですね、一応まあライカかパナソニックの標準ズームレンズ付きのものがまあ一般的な需要ではベストじゃないかなという結論に至りました。それが前回というかまあちょっと前ですけれども別の動画にまとめてあります。ただですねここから先はちょっと個人的な需要になるんですけれども、私ちょっと中望遠、だいたいまあ 780mm から150mm ぐらい、まあ、200弱ぐらいですかねミリでスナップするのがちょっと個人的に好きでして、そうなってくるとレンズ一体型の機種では叶えることがどうしてもできないんですよね。そういったものはありません。なのでまあ必然的にレンズ交換式の機種を選ばざるを得ません。ということでですね今回はまあ中望遠スナップにベストな構成をカメラ本体とレンズ構成を調べていきたいと思います。必要な要件としてはボディについてはとにかく軽いこと、最低限の画質が担保されてればいいと思ってます。それ以上の画質を求めるんであれば、まあ、APS-C か、フルサイズを使った方がいいという僕は判断をしようかと思ってます。あとは手ブレ補正ですね。中望遠で使いたいのでどうしても手ブレが大きくなります。広角で撮るよりも望遠側に行くほど手ブレ補正というのはあった方がいい。特に 100mm 以上ぐらいになるとですねボディ内手ブレ補正と、レンズ内手ブレ補正が両方あったら、スナップとかではですねどうしても三脚を使わずに手で持って撮ることが多いんでですね手ブレしやすくなりますので、手ブレ補正はある程度以上、性能が欲しいかなということがあります。あとはオートフォーカス、オートフォーカスもまあ最低限でいいかな、まあ、さっきもね最低限って言いながら結構な性能を求めてるんですけども、オートフォーカスも最低限でいいかなと思ってます。動き物は基本的には撮りません。まあ万が一撮ったとしてもまあ動物園とか泳ぎ会かなと思うんですけれども、基本的に動き物を撮りたい時にはですね α7R5 を基本的には僕使うので、特にまあオートフォーカスがものすごく強い機種を別途使うんでですね、まあスナップに関してはある程度、オートフォーカスの機能があれば、いいのかなと思ってます。であとレンズについてですけれども、これはですねやっぱ純正であることということを条件にしたいと思ってます。パナソニックの、カメラを使うんだったらパナソニックのレンズ、オリンパスのカメラを使うんであれば、それとちゃんと協業している随行デジタルのレンズっていう風に純正のレンズを選ばないと、手ブレ補正に関してですね、最大性能が出ないとかオートフォーカスに関しても最大性能が出ないっていうことがよくあるんですね。なので、まあ、そういったことを避けるためにできれば本体と、レンズはですね純正のもの同士を使っていきたいと思ってます。あとマイクロフォーサーズのレンズっていうのはですねフルサイズは APS-C のレンズに比べたら、まあ、もちろん軽いんですけれども、まあまあそれでもなるだけ軽いものを選びたいっていったところがあります。なのでレンズも軽くボディも軽く両方軽く構成してですねなるだけフルサイズとか APS-C との差別化を図りたいと。でその上で、まあ、オートフォーカスであったり手ブレ補正であったり、まあ、もちろん画質であったりだとか、あとはまあ寄れるかどうかですね、それはまあレンズにもよるんですけれども、そういったところスナップにも求められる要件としてですねちょっと検討していきたいなと思います。まずパナソニックの機体から見ていきたいと思います。ここに出ている多分右上のものかな、手ブレ補正付きで最軽量となると DCG100、 この右上のものですね、これが最軽量になります。 345g。写真の画質はですね上位機種並みに非常にいいっていう評判でですね、まあ確かに作例見ても色のりもいいですし、まあレンズの兼ね合いもあるんかと思うんですけれども、結構高画質なイメージはあります。まあカラーサイエンスもあるんでしょうけどね、多分おそらく綺麗に写す技術が、ルミックスというかまあパナソニックは上手っていうところもあるのかもしれませんね。まあライカと協業してるからそこら辺の技術が上がってるのもあるのかもしれません。でただですね電子手ブレ補正しかないんですね。いわゆるボディ内の手ブレ補正っていうものがなくて、いわゆる、電子的に手ブレ補正風に処理をして、
手ブレ補正をするっていうものが入ってるんですけれども、まあ、それがですねセンサーのロスが大きいみたいですね。 実際のセンサーサイズ全てを使うことができなくてですね、中心部分の中央部分しか使えないということがあって、ちょっとロスが多いというところがあります。でちょっとやっぱ性能的にもあまり良くないっていう評判ですね。なので、まあ、手ブレ補正をやはり、ボディ内でちゃんと綺麗に済ませたいということであればちょっと重いですけれども、その隣ですね G99536g ですね、ちょっと重い、ちょっと重いというかだいぶ重いですね。 345g からすると結構重いですけれども、そちらの方が、安牌だと思いますね。もしくは生産終了してますけれども、その左下になりますGX7M3 っていうものも、まあ、手ブレ補正が入ってます。電子手ブレ補正じゃないですね、そちらも。なので、まあ、そちらかなので、まあ、両方ですね、どちらにしても 536g、450g とやはり 345g からすると結構まあ重たく感じるのかな、サイズも大きくなります。なので、まあ、それしか選ぶことができないのかなという感じですね。正直もう少し軽くて電子補正じゃないボディ内手ブレ補正が欲しかったなという印象ではあります。まあ手ブレ補正を使わないのであれば、レンズの手ブレ補正だけを当てにして、ボディ内の手ブレ補正をいらないということであれば、DCG100 がまあ一番ベストなのかなと思いますし、電子手ブレ補正は切ることができるからですね、もう手ブレ補正が入ってないカメラとして使うっていうのも手かなとは思います。でレンズですね、これが35から100ミリのレンズになります。フルサイズ換算でいうと70から200になるので、結構ドンピシャですね、焦点距離でいうと。で同じくですね、35から100っていうのは、F 値が高いものでもう一つあるんですけれども、私はですね F2.8 の上位機種の方を選びたいなと思ってます。やはりマイクロフォーサーズということでセンサーサイズはかなり妥協している面がありますので、レンズの描写にしてはついては、まあ、妥協は最低限にしたいというところがあります。でちなみにこちら重さが 357g、さすがマイクロフォーサーズということあってですね、大三元と言われる F2.8 というハイスペックでも、めちゃくちゃ軽いですね、そして、まあ、手ブレ補正の補正、手ブレ補正の機器も、必要十分といった感じのようです。なかなか評判は高いですね。たまにまあちょっとサイトによってはちょっと画質にですね、周辺原稿等も含めてちょっと、疑義を唱えるようなサイトもありましたけれども、おおむねまあ高評価かなという感じですね。なので、まあ、パナソニックの中で選ぶのであれば、手ブレ補正が入ってなくていいのであれば、上位機種並みに画質がいいと言われている、そして軽い G100 と、こちらの35から100の F2.8 っていうのがベストな組み合わせなんじゃないかなと思いました。で次にオリンパスをですね、その流れでまた見ていきたいなと思うんですけれども、このあたりが多分候補に上がるんじゃないかなと思うんですね。オリンパスの最軽量は EM10M4、 この一番右のやつですね、になるかと思います。 383g、 まあ十分軽いと思います。でこちらは手ブレ補正は 4.5 段、内蔵されてますね。電子手ブレ補正ではありません。非常にいい点だと思います。手ブレ補正は 4.5 段ということで、まあ、超望遠で動き物を撮られる方っていうのには、まあ、注意が必要だと思うんですけれども、まあ、僕みたいに中望遠重視でスナップ程度であれば十分かと思ってます。でオートフォーカスについても上位機種に比べると、まあ、やはり劣るようなんでですね、まあ、素早い対象を撮る方っていうのは注意がいるかと思います。ただですね、まあ、見る限り学校のスポーツ行事程度であれば何の問題もないというふうな表記がされているものが多いので、十分性能は高いんだと思うんですね。街でのスナップだとか僕の使用の範囲では全然問題がないのかなと思ってます。あくまで、オートレースとかですね、相当高速で、機敏に動き回るものを捉えなければいけないということでなければ十分なんじゃないかなと思ってます。オートフォーカスだけでも強力にしたいという場合はですね、その隣 E5M3 だとですね、結構改善されているようなので、まあ、若干重くて 414g というところはありますけれども、しかも値段も 1.5 倍ぐらいするということもありますけれども、まあ、手ブレ補正も一段高いですし、まあ、こちらの方が選ぶ
って こちらの方を選びたいという方もいらっしゃるかもしれないですね。でレンズに行きたいと思います。ベストなのはまあ40から150 F4 かなと僕は思ってます。こちらのレンズですね、パナソニックみたいに、35から100の F2.8 のような中望遠ドンビシャでしかも明るい F2.8 のレンズなんていうのはありませんでした。 F2.8、同じ焦点距離で40から150で F2.8 っていうのもあるんですけども、そちらはですねちょっと大きいし、長いしですねその 750g とちょっと重いんですよね。フルサイズの同等のレンズに比べたらめちゃくちゃ軽いんですけれども、まあ今回はですね軽量コンパクトにという精神から言うとちょっと外れるような感じになります。でこちらはですね F4 の方では 382g ということで許容範囲となりますので、まあこちらがまあベストなのかなと思います。なので OM システムオリンパスのシステムで考えるんであれば EM10M4 とこちらのレンズ40から150の F4 っていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ本当だとですねレンズで言えばパナソニックがベストかなと思ってます。35から100の F2.8 っていうのはまあ使いやすいし、僕にはドンピシャの焦点距離で、明るいレンズで画質もいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあただボディがですねパナソニックはなかなかちょっとドンピシャっていうものがなくて、まあどちらかというと僕の選び方でいうと EM10、オリンパスの EM10M4 がベストかなと思います。で純正同士じゃないと多分最大性能が生かされないということで、今回はねどうしてもまあそういうことになりますけれども、もしかしたらねそのまあ十分そのレンズが違う会社のやつでも動くということであれば、一番ベストなのは、オリンパスの EM10M4 で、レンズは、35から100の F2.8 のパナソニックのレンズっていうのがスペック的には一番いいのかなと思ってるんですけれども、まあ、なかなかうまくいかないですね。なんで、まあ、今回の考え方でいうと一番ベストなのは EM10M4 オリンパスと、随行デジタルの40-150の F4 かなと思ってます。でその40-150の F4 ってですね、このサイト見る限りでも相当高性能みたいなんですよね。この上位機種の 40-150F2.8 Pro と同等の高画質でということで、まあ明るさ以外は基本的には相当、高解像で、しかもこちらも書いてありますけどマクロ性能も非常に高いんですね。なんでまあスナップという面で言えば、このレンズを使いたいなという印象になりますかね。今回のベストな、まあ、セレクションとしては EM10M4 そして、レンズは 40-150 の F4 が、まあこのレンズは、まあ、本当は、ね、スペックだけで言うと、35-100 の F2.8 パナソニックのレンズかと思ったんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、レビューとかも見てても、こちらの 40-150 の F4 っていうのがものすごくその評判が高いんでですね、まあ、もしかしたら、まあ、値段的にもこっちの方が高いというのもあるんですけれども、まあ、こっちの方がいいのかなと思ってます。